キトラさん。はい、どうもこんにちは。賃貸の関のキトラです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらの方から出てきたんですけども、アコーディオンカーテンがですね、ドーンとついてますね。で、こちらはなんとキッチンが隠れております。すごいですね。こうキッチンを隠せてしまうという、まあ、お客様とか来られてもここは見えないようにできるんですね。で、こちらには IH コンロがしっかりとついておりまして、ここには冷蔵庫もね、設備としてついております。で、結構このコンロとね、流しの間にスペースがありますので、まあ、調理スペースとして使っていただくことができます。まあ、収納もバッチリ結構多めについてますね。で、こちらの私が今出てきた反対側のスペースはなんと室内洗濯機置き場になってるんですね。ここもね、まあ、隠せてしまうと。で、上には収納スペースがよいしょありますので、まあ、タオルなんかね、こういうところに収納していただいたりもできます。で、こちらが玄関スペースになっておりまして、まあ、割とゆったりとした広めのスペースになっているんですけども、ここはシューズボックスですね。かなりのね、靴が収納することができます。よいしょ。で、反対側にはこちらがお風呂場ですね。ユニットバスになってます。で、上がね、カーテンで仕切ることができますね。ホテルみたいなね、感じになっております。では、お部屋の方を見ていただきたいと思います。ここもですね、1K ということで、このように扉で収納、閉めることができますね。で、かなり広めのね、スペースなんですけども、こちらにはカラーのモニターがついております。大きいのでね、しっかりとお顔を確認して対応していただくことができますね。で、収納もバッチリついております。ここもいいですね。棚がたくさんあるので小分けに収納することができます。で、コートとかもかけれますね。かなり高さもあります。とちょっと気になるのが、この色味がね、すごい彩りがあっておしゃれになってますね。柱はこう茶色で、奥のこのバルコニー面もね、ちょっと水色ということで、少しおしゃれな感じになってますね。こちらは南向きのバルコニーになっておりまして、ここね、ちょっと注目ポイントですね。バルコニーの奥行きがかなり広いですね。ゆったりと洗濯物をしていただくことができます。日当たりもバッチリですね。南向きということで、見晴らしも割とすっきりと通りますので、あまりストレス感じなく使っていただきます。で、こちら見てください。ちょっと気になる設備なんですが、これ何でしょうか。これを引っ張ると、よいしょ、なんと物干し竿が出てきました。これですね、ドーンと使っていただいて、かなりね、こう8キロとかまで使えるようになってますので、よいしょ、なかなかたくさんかけていただいてもしっかりと使えることができますね。使わないときはこうやって収納ができると。で、こちらエアコンも照明もついている物件ですので、最初のそういう初期投資が抑えることができる物件となっております。まだまだお勧めさせていただきたいのもたくさんあるんですけども、こちら高畑マンション、こちらの物件詳細は弊社のホームページでご覧いただきたいと思います。奈良のもたらし奈良心の賃貸が好きな皆様の探しを全力で応援いたします。以上でご紹介させていただきました。